今日はアートトークということで、はい、よろしくお願いします。ということで、和気先生と、はい、油絵科の教員の赤塚で、いろいろ和気先生の、はい、作品を見ながら、はい、いろいろお話をするということで、はい、よろしくお願いします。こちらこそ。もう今日これがまあ一番最初に置いてあるということで、この間のほら教えていただいて、この調査を2年生の時にやったっていうことで、 そこからこう脇谷先生の、まあ、油絵科、だったのに今彫刻を作るようになるとか、はい、そういうきっかけになって、た作品ですよね。もうさやっぱこう脇谷先生がおっしゃったんですけど、その思いもよらないこう奥行きとかへこみやこうボリュームがあって、こう全然絵を描いてた時と違うこうあれを感じたっていうか、おっしゃってましたね。それ僕さっきねちょっとも見て、こう目のねここのところのこうへこみっていうか、ここにこう削り取って何回もこうこれがへこんでるぞみたいな、こうここにこうでかぼこのこうなんかそういうこうなんかの興味を持たれてる感じがすごい伝わってきたんですけども、あそこのところなんか絵描きが見るともう本当にでこうただまあまぶたがこう目がこうあって、まあ、ここら辺はこう影になってたりするけれど、なんかこうここら辺のボリュームのこう複雑さ、あっちにも目の表現とかありましたけど、こう見ていくその視線っていうのが、やっぱこうこういうその立体物を作られた時にこう顎の下のこの辺のね、こととか首の形とか、なかなか捉えにくいですよね。ただこう平面的に起こそうとして、それがこうやっぱりすごくこうなんか楽しむようにっていうか驚いてやられたんですよね。なんかそこのこうその衝撃がこう伝わってくるようで、いいトークだなと思いました。赤塚先生もご存じだと思うんですけど、絵を習うとき勉強するときには調子っていうものをまず徹底的に叩き込まれますよね。立体感を出すために、例えば額であればこういうここよりもここが奥にあるんだという、でそれを徹底的にこうトーンとしてこう掴むように訓練されますよね。ところが立体の場合は実際こう見ると自分がこうこちらよりもこちら奥にあるっていうだけじゃなくて、どういう奥に入り方でやるかとかね、もっと具体的に掴まないと形にならないわけですね。だから漠然とここよりもこっちが奥でやるとか、ここよりもこっちが手前でやるとか、そういうもんじゃ済まないわけですよね。立体で立体を作るというのは、だからまずそのことにギャップに驚いて、人間などもこんなに奥が深いもんだったのかということが正直思いましたね。すごい素像の一番最初の素朴なって言いますか、素描に素描ということっていう脇先生の展覧会のタイトルですけどね、一番最初のそういうところからも非常にこう気づきっていうか、その彫刻をやったことで起こってきたって。いや僕やっぱりそう本当にこう、デッサンでもこう、首のここの後ろのラインとね、それからおでこがしっかり押さえてないともうなんかね僕も落ち着かないんですよね。ここからこう入っていってこっち側にこう回って形があって、でどういう出方をするんだろうっていうのがここでこうしっかり押さえてあると、その後は顔がこう下がってるって、ここら辺が存在してるっていう感じで、首のとこってみんなちょっとうっかりこう、しちゃうんですよね。それがこうなんとなくこうその絵画のこうで表現した時も、顔の表情とかなんかにはすごくこう目がいくんだけど、なんかその実在感とか、物の作りとかね、その辺が甘くなるっていうか、そこがこうそれミケランジェロ の僕デッサン学生の時に、見てすごくこう、
あのそこそういうところをこうすごくこう意識してるなと思って、なんか気になってたんで、それでこう、うん、さっきちょっと全部見てみたんですけど、脇谷さん先生の すごくそこがまあやっぱまあいろいろあるんですけど、意識されてて、しっかりこうボリュームっていうのが出来上がってると、そういうところがすごくこうなんか納得感。いや まずまあ当たり前ですけど、作る媒体っていうんですかね、うん、平面であれば平面に即したものの見方をするし、うん、立体であれば立体に即したものの見方をするし、うん、だから素材によるものの見方っていうのはかなり影響というか限定されるでしょ、うん、版画であれば版画を特有のものの見方がいいんですかね。そうですね、まあ本当にその先生あの版画も作られてますし、その辺のことの、その媒体によって出てくる表情というか、その辺も後でまたお聞きしたいなと思います、でまずだから、ずっと絵を描いてた人間がこう、うん、立体をいきなりやって、まあ、それはもう驚きだったわけですよ、うん、自分が普段見てるものが全然違うんだっていうことを思ってですね、うん、だからその時に思ったのは、自分はこうも絵を描くとき物を見てるつもりだったんだけど、全然自分が見てるもの見たことないものが見えたり、うん、でそれはやっぱりかなり自分にとっては衝撃で、で今度は逆にね、例えば人物を絵で描くときに、その彫刻で見えたようなものを絵で捕まえられないかと思い始めたんです、うん、そうなるとまだ油絵家ですもんね、相当にはね、そう簡単に絵が描けなくなったんですよ。こちらのあれ、これは、木村さん2人描いてますね、これ僕同級生なんですね。同級生ですか、71年ってことは、この後のね、後ぐらいですか、カタログ読んでて、稜線の線を押さえてみたりとか、っていう表現があった時に、この作品かなと思ったんですけど、こういう、この頃はだから、立体を調子じゃなくて別の捉え方するのに、うん、まあ何らかの方法がないと捉えられないですからね、うん、その稜線というものが一つはまあこの当時考えてたのこういうとこ、うん、稜線で線ですよね、花の上、のことがこう、まあ、なんか形が変わるとこ、そうです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 、だからこれちょっとこうちょっと不思議なこうなんていうかな、その感覚をちょっと遠くから見た時に、この人物像にはこう普段こう見てることとはちょっと違う、まあなんだろう、建物の設計図みたいな、なんかそういうこうラインって言いますか、を感じて、面白いなと思って、こうだからその辺でこう揺らぎってますか、まあ絵の見方、彫刻立体見る見方っていうか、そうす、この作品だったんですね、こう木村さんという人のこう頭部はどういうところが気に入られたの、まあ、友人なんですよね、もう実は去年亡くなってしまったんですけど、だけど、まあ、学生時代親しくしてた友人で、春休みに2年から3年になる春休みにお互いにモデルなりやって絵を描いたんですよ、で私はこういう、まあ、一種の肖像のようなもの、で彼は私の座ってる全身を描きましたね、だから春休みに私の下宿で、勉強会みたいにしたんですね、こっちもそういうその、まあ、試みだとしたら、こっちもこれ僕はこれパッと見た時はね、セザンヌの香りがちょっとしたんですね、でまあそういうこう色使いとかだけど、よく見ると必要以上にまあ削ったり取ったり、まあもう、この頃はだからどうやって描いていいかわからなかったよ、正直、だからもう気に入らなかったら削ってって、でもこれ何か人の存在って言いますか、こうまあ、目鼻なんかはこうと説明からこう飛んでいながら、まあ、位置とかはこうつかめるっていうか、骨格もつかめる、なんかこう、そういう、こう
人となりのこうまあなんていうんですかね、枠をこう捉えてるなと思って、うん、それこれを見てたら、あこれ箱にね、つながってるかなと思って、なんかこうなんていうか、そうディテールがこうずっと取れていったりなんかして、うん、でもそしてこう人の姿っていうか内容みたいなものもこう、まあ、勝手に思いなんですけど、まあ、そういうこうことをちょっとさ今日は感じました。なんかその辺でこうでなんか脇谷先生のやっぱこう本質とね、ここでこう 手を置いて、まあここから手が入らなかったけど、うん、入らなかったですね。でも ここの場所っていうか、そのそういうことのこうリアルさって言いますか、それがこうちょっとこうなん か感じるところありますけどね。こうなかなかこうスピード感とか絵の具の使い方もとてもこう勢いよく、これ僕もあのペインティングやりますけど、ペインティングの月のこうすごくこうなんていうかなスピード感のある、うん、あるいは絵の具をこうなんていうんですか、こうもう自分の粘土みたいに使っていくって言いますか、うん、そういったこう、使い方のこうなんていうかな気持ちよさっていうのが、あのこう素材に使われるんじゃなくて、さっきまあ話で言いますと、素材から出てくるものをこう、引っ張り出してくるっていうか、油絵の具なかなかこう表情なかなかしないですけど、それをこう、こう引っ張り出して、なんかブラマンクとか佐伯雄三とか、なんかあの辺りのこう絵の具の粘っこい調子がこうのあれをこう楽しんでる。おられるのかなっていう、うんうん、感じがちょっと、感じました。この上がこうちょっと横線があるの、これちょっと上をこう広げたんですか。初めね、うん、これその当時の僕のあの麻生三郎さん、はいはい、先生だったんですか。あすごいですね。それでね見てもらったらね、ちょっとバッグの面積広すぎるんじゃないかって言われたんですよ。でその時はね、うん、そうかなと思ってね、しばらくしてじゃ あの切り詰めようと思って木枠をね、あのちょっと縦を短くして、でここまで折り込んだんですよ、うんうん、はい、でだからこういう状態だったんですね、でところがまあ十何年かして見ててね、やっぱり例えばあの絵としてはね、造形的には面積広すぎるのわからんでもないけど、うん、やっぱり絵っていうのは当初のあれがやっぱり一番いいんじゃないかと思いましたね。あのそういう造形的にアンバランスのものも含めて絵を作ってるから、だから元通りにした方がいいんじゃないかと思って、また伸ばしたのが今の状態なんですよ、うん。この後ろの空白、あの余白って言いますか、バランス、僕はこれだからこの人がこうなんかここにたこういる感じがこう、うんうん、存在感って言いますか、がこう、感じられて、まあ、バランス的に肖像画だとこう上切った方がいいのかもしれないですけどね、うんうんうん、でもそうこれこの絵のすごいそのあのいい表情って言いますか、上が開いてって本当にいい表情になってるなと思って、この辺りはやっぱバランス感覚、うん、だからまあ、うん、客観的に見た時に、うん、あの麻生さんはやっぱり明るいあのバッグをもっと暗くするか、あの上を、ま、面積やってるという明るさとどうも合ってないんじゃないかっていう指摘だったんですよね、うん。なるほどな、そうかなと思ってあの、切り詰めたんですけど、あと、まあ、先ほど言いましたようにね、やっぱりその描いてる時は上があって下もあってこう全体を描いてるから、それを後から切り詰めるっていうのはやっぱりリズムを崩すんじゃないかなと思ってね。そうですね、まあ、麻生さんは麻生さんの思い描く肖像画があったんですよね、うん、そこにこう、うん、そのこうしてたら面白くなるっていう、まあ、あれだったんでしょうけど、でも
これはこう戻された意図がすごくよくわかる作品だと思います、はい。少しずつ動いていって、このドローイングが出て、ドローイングという言い方がそう、あのこだわりがあって、素描という、まあ、昔はデッサンって言いましたね。普通にデッサンって言ってるでしょ、はい、だから近年ここ10、20年ぐらいかな、ドローイング、赤塚先生もドローイング言い方をごく普通にされてるでしょ、まあ、ね、うん、だから、まあ、これはもう単純に一つはドローイングってい こう言葉の語感がなんかこう伸びるじゃないですか、うん、でそれがこうなんか形が学びしてしまうんじゃないかっていう、うん、もう全くのこじつけですけどね。そこのこだわりがね、面白いなと思うんですけども、まあ、ドローイングってこう線をこう引く、まあ、線のものを使ったりするから、まあまあ、引く 線的なものっていうんですかね、まあ、そういうイメージも強いと思うんですけど、ええ、まあ、今これこの牛の絵を見た時に、まあ、なんかなんとなくもう出てしまったんですけど、ええ、これはこう非常にこう、腕の動きの中から牛っていうものをこう掴んでいこうっていうか、その動きにこうちょっとこう伸びやかなものが感じたので、そう言ったんですけれども、こっちにだんだん来ますとね、僕は安田先生が、脇谷先生に、まあ、学生としてこう興味を持たれた理由が、ここを見ていくとすごくこう思って、その、ドローじゃなくて、なんかね、のみのタッチみたいなこういつもこうのみを打ち込むみたいにね、その飲みで探って出てきた形で、飲みの動きに合わせて出てきた形じゃなくて、飲みの動きをしながら、でも飲みの動きと対象がぶつかった時に、うん、それをこう良しとするみたいな、そんなこうなんていうかな、もうそのストロークを持ってらっしゃるっていうか、うん、まあ、そういう投げかけ方をすごくされてたんだろうなと、思って、なんか思い切りのいいこう、筆圧の強い線、間違ったと思ったらガシガシと消していって、また強い感じで打ち込むように書いてくるって、でそのこう重なりの中で手応えのあるところをこう飲みで掘り出すみたいにこう探しているっていうか、うん、だから、そういうこう そこのそのところのこの打ち込みっていうか、打ち込みなんていうかな、ストロークがなんか彫刻家のね持つその探る、ボリューム探るやり方とすごくなんか近い、なんかをこう、まあ、僕はそう思ったんです。どうでしょう。おっしゃることはよくわかります、うん、ここでお話しましたね、やっぱり立体のそういう奥行きだとか、そういう硬さだとかいうものを見てしまうとね、こうその筆圧が強いっていうのはよ、そうなんですよ。ギュッとこうなんていうんですか、紙の中にこう潜り込ませたいっていうのはね、そういうこう、はいはい、やっぱり、はいはいはい、気持ちが強いですね。量感こう、うん、胴体の量感出すためにギュッとこう、中にこう潜り込まさないとっていう、それが結果的に筆圧の強さになって出てる。だと思います。これはもう彫刻を経験された後に出てきたんですね。そうですね。この子供、まあ、上の流れるような人体のフォルムもとても魅力ですけど、この女の子ですかね、この首周りのとか顔のところのあたり、こう手が入っていくようなね、なんかこう持ち上げてこう探るぐらいの、なんかそこらこう気持ちよさっていいますか、まあ稜線というよりはこう、なんか探ったというか、そこがこうすごくやっぱりその迫力、その強さがこう素描っていうか、そこからのこう形を生み出してる、だなと。これは脇谷さんの、まあでも違う側面もあったりして、そこがこうすごく面白いと思ったんですけども、まあとてもこうそののみのようなタッチっていうか、それが
僕の感じたところだったんですけどね。いや、その筆圧印はおっしゃる通りなんですよね。やっぱり所詮平面なんだけど、こうなんかこう立体のようなこう物を見て描いたりしてると、どうしてもそういうふうになってしまうんですかね。気持ちの上でこうグッと中に、ここが中に入ってんだっていうこう、そうですよね。だから そういう、 こう対象に対してその気持ちをこう、求める気持ちが、彫刻を見たことによって絵画の中 で、 そうなんですよ、存在させられたってことですね。それをやろうとしてがために絵が描けなくなったんです。デッサンはまだしもこの絵の具を使ってね、それをやろうとしたら今までの調子じゃ物足りないし、じゃあどういう絵の具のつけ方がいいのか、でもそれはだからこれは大学院の修了制作です。あ、こちらですね。で、この頭部、この。でもこの辺り、この時期の大体デッサンなんですけどね。そこがこう、油絵的な表現も身につけられて、そしてそのことに気がついたっていう、こう、2つの側面っていうんですか。そこがこう、すごく、こう、なんていうんですかね、まあ、結びついてるっていうか、まあ、今ここは超、そのこう中にこう入り込むような、ことにもう熱中されているみたいなことがすごい伝わってきますし、まあ、あと見ていってみたいと思うんですけど、その頃のあこれ大学院の頃ですか。そうです、修了制作の一枚なんですけどね。でだからは宿泊して絵か描いたわけし描いたわけししながらね、どうやってこう絵の中に平面の中にこう手応えのある立体を存在させるかっていう、まあできないことやろうというでね、ある意味じゃ。いやだからこう普通はここあるそういうことできないっていうか、その絵を描こうと思ってその描写をしていこうとすると、その再現性とかそういうことがこう出てきて、はいはい、そこみんな大体そういったところですごくこう、はい、面白がっていったり、はい、その、世界作っていくところですけど、脇谷先生のこれは全然描写ではなくて、まあ、描写ってそのアウトラインをこう追ってる間に腕みたいなものになったりとか、アウトラインって言っていいのかな、まあその切れ込みをこう手、まあ、筆でこう入れてる間にそこの、まあ、ここの胴体の奥行きができたりとか、なそれでこう、できないこととおっしゃいますけど、まあ、そういう、こう課題があるからそれに向かってこうやり続けた迫力って言いますか、何かその情熱の魅力って言いますかね、それがやっぱりすごい僕はあると思いますけど、すごく力強い、作品で、このドレープなんかを油絵からだとこう、まあ、陰影を描いてしまうとかね、そういうものじゃなくてここに そのこうあるよっていうような言い方でしょうかね、まあこうさっきの見だったんですけど、ここでは筆をこうストロークで、なんかもうドラムみたいに叩きながらっていうんですか、こうやってこう探しているっていうか、この描き方でも僕もすごく共感を持つところで、自分のことなんですけど、ある時にね、もう僕をこうある意味ストロークっていうのをすごくこう力強く使いたいっていう欲望がすごくこう出てきた時期があって、それで脇谷先生みたいにこうただこうモチーフを置いてこう描くっていうことができなくて、ただこう画面に叩きつけてる間に何かならないかなと思って、無謀な、ね、絵の描き方をしてた時期があるんですよ。だそういう時に使ってたこの筆色って言いますか、はい、こう筆の跡がつくっていうことの、こう
あの何て言うんですかね、まあ手応えって言いますか、そういうこう味わいがこうすごく、はい、あの伝わってくるんですね。よくわかりますよ僕は、うん、だから赤塚先生とあの今回お願いしたのもそういうとこがあってね、全然入り口が違うんだけど、あのやっぱりかなり同じ近いことを考えてるような気が僕は勝手にしてるんですだから結びつくかどうかわかんないですけどね、うん、でもまあそのこういうタッチはそうだそうだ、僕は、うん、あの僕はその時ね、こうこうありたいと思ってつけてたタッチっていうんですか、そんなあのタッチとこう共通感覚共通性があったもんで、あのだからこの頃はね、だから彫刻を絵の具で彫刻をやるような感じなんですかね、画面がだから平らのがちょっと度外視してこう力任せにこう腕力で絵を描こうとしてるところがあるんですよね、だから結局絵っていうのはそれだけじゃ描けないですからね、絵の具でどこか始末しだから限界あるでしょ、いやいやいや、それであのもう行き詰まったりこういろいろ絵が描けないっていうのはもうこの時期そうだったのはやっぱりそれだと思うんですね、でも僕楽しかったんじゃないかなと思って、課題を持って、まあ、その実験してるっていうか、あの解決できない、自分が解決してないなっていうのはもうそういう苛立ちはありましたけど、書くこと自体はね、あの見て書くいう面白さはありましたから、解決しないけど、まあサスペンスなんですけど、その解決がつかないんだけど、まあ 物事に向かってるっていうか、なんかそういう、あの感じっていうのは僕はとてもこう魅力的な瞬間じゃないかなと思いますけど、そういうのがこうちょっと固定されて、この辺のこうこれはまたあれですね、この辺りになってくるとやっぱりあの絵は力任せだけで描けないんだなっていうことが少しやっぱりこう閣下してたのがね、やっぱりは絵にはこうあの絵の中での調子だとかそういうものを全く度外視しては絵にならないっていうことを少し思い始めたんですね、だからかといって今までやってきたあの絵の中で彫刻のようなこう捉え方をしたいっていうのと、そのどこでこう折り合いをつけるかいうような感じだろうと今なっては思うんですね、だから少しあの目のあたりだとかこうね、あのトーンの差によって形を出したりとかいうこと、あとこう、色をこう、使ってみるっていうか、その辺のこう感じもすごく感じられますよね、あの影のところにビリジャンが入ったりとか、あの肌の色をもう本当にこうバーミリオンみたいな強い色でこう置き換えるとかね、冒険されてると思います、あの冒険しながらこうこれ絵画として掴もうとされてる、その、まあ、絵画の方によっては一面性がこうあのすごくこう、出てきてる作品ですね、こうやってきて、これ自画像なんですね、これは自画像です、これは違いますよ、これはあのこっちは違う、あこれはかなりの若い頃の若い時に結婚されてました、25歳って、まあ卒業してすぐみたいな感じですね、うん、でもどれもこう本当にこう迫真力って言いますか、力強いあの表現ですよね、こんな絵描いてません僕は、あの自画像いい加減な自画像しか描いてませんけど、でまあ、さっき言ったこの目のね表情とかそういう部分的にどう捉えられるんだとか、そういうこう、そういうそのいつもその辺のなんていうかな、自分にこう形を把握する形っていう、まあまあこの、またあの出てきてましたけども、形をこうそういうこうまあこう、こう
あの鉛筆でこう刺すみたいに、はい、捉えていくっていうか、その辺のこう面白さっていうのはどういうこう、ことなんですかね、形をつかむっていうか、もう立体だとやっぱりどうしても時間かかりますからね、粘土でやるにしてもなんかこうある時間かかるけど、紙に鉛筆にしろペンで描くのは比較的短時間で、絵のいいとこですね、うん、ですから短時間で結果が出るって変なんですけど、それほど時間かけなくても自分がこう見て、あ、これ面白いなと、掴んでみたいなと思うものを、うん、あの結果が早く出せるので、うん、鉛筆とかペンはあのそういう意味で、うん、彫刻だと、まあ、道具だっても大変だし、うん、時間かかるということで、まあ、手っ取り早い材料としてね、うん、そういう手段として使って、でそういうものがこう、まあ、つかめるから不思議ですよね、そのこうストロークや鉛筆、平面的なものにね、なんかこうそのこう辺のこう不思議さっていうのはいつも僕は、いや色がない分逆につかみやすいところもあるんですよ、うん、色っていう問題あの考えなくていいもんね、色はこうここでは色が少し出てきたんですけど、そのうち色はずっとこう発展はしなかった、そうですね、ただねやっぱり自分の中にはこうべちゃっとこう、ま、赤い絵の具をべちゃっと塗りたいとかいう衝動はやっぱりあるんですよね、だから時々それがこう出てきて、やっぱり今見ると時々こうそれが顔を出す、箱 の, あ, のあれとかあれ、真っ赤な箱の、無性にこう真っ赤な絵の具を塗りたいっていうこうね、この理由はちょっとわからないけど、やっぱり絵を変え、この絵の具のこう特に油絵の具っていうのは重くてこう筆を引きずるようなこう、抵抗感ありますね、抵抗感でしょ、あの感触いうのはね、やっぱり自分の中にやっぱり残ってるんですね、それを、まあ、油絵科に入学されたんですよね、そう映画だから、それがやっぱり時々ねあの出てくる、ね、ベターって塗りたいっていうのが出てくるんですよ、だけどこう何かそういったこう、そこも喜びだったんですよ、形をつかむっていうか、そういう ことをするときには色は忘れて、そうですね、もうこうここら辺からすごいですよね、これすごくかなりこうこれも稜線的なところをこうすごく抑えてるんですかね、なんか全然こうあの陰影とかこう明暗トーンとかそういうこととは違う、形に関係する何かがこうを掴もうとして、もうすごい試行錯誤ですね、はい、で、そう思い出しましたけど、これはドキュウさん の, あの下絵を見たときに、まあ、なんていうんですか、ただ最終的に決定された本画の方ではもう単純になってるけれども、探ってるときには消した線も、そうですね、一体となってっていう、プロセスそのものが一つのこう時間の厚みみたいなも絵の中に全部こういっぺんに出てくるいうか、本画の場合はそれを隠していくじゃないですか、だからそれはまあ、奥村斗牛の展なんか見た時にそのプロセスをね隠さずにこう出てることに、こういう絵の描き方で言うと変なんですけど あるんだって、普通はまあ本画しか 見えないですよね、そうですよ ねこういう感じ、まあ、ジャムメンティなんかもありますけれども、僕このことその同じことを感じたのが、まあ、違うさでもきっと
和気さんもすごく興味あるんだと思うんですけど、マチスのね、ドローイング、あのスケッチっていうのを見たときに、マチスも線のちょっと種類が違うんですけども、すごく太い線でグイグイ描くとか、間違ったら消して、でまたグイグイ描くと、そうするうちにものすごい汚れちゃって、トーンになってますよね。そうそう、トーンになって、そのこと自体がこう一つのもう絵のこう軸っていうか、空間を作ってますよね。なんかそういうこう感じっていうか、まあなんかこうマチスの絵をすごいシンプルで見る、シンプルっていうか、まあそれも大変なんですけど、そういう絵とあのデッサンを比べると、どれぐらいこうマチスもやっぱりすごい試行錯誤してやってますから、そのあたりのこう絵の持つ時間をかけて、そのある時間を向かってなったことって言いますか、そのデッサンの魅力っていうのはありますね。これもう本当にもう迫力がものすごいですね、福田さんっていうか、これモデルさんを選ぶのは同級生、彼は実践、あのもう今亡くなったんですけど、実技選手家っていうのが昔ね、はい、3年生で、はい、あのムサビにあったんですよ、でまあ、同じ、ね、年代でよく一緒に遊んだり、彼も死んでしまってね、なぜか私が描いたり作ったりすると、あのそうなんですよ。でもまあそういう皆さん、まあ、年齢もみんなこう僕らも年取ってきてますけどね、でもこういうふうにこうお互いに勉強し合ってたっていうことが、そういう若い頃のね、あの近所に住んでて、で気楽に気軽にモデルになってもらえたりね、そういうふうにしてこうお互いに、まあ、勉強する。いやこれはだけどこう本当に輪郭っていうものをこう空間と一緒くたにしちゃうぐらいの勢い、あのレリーフを和気先生は作られますけど、このそこら辺のこう考えもあのお聞きしたいな、後で聞きたいと思います。こういった背景とこう関係性って言いますか、彫刻が関係性を持たせようとして、彫刻に、最近の一番新しいやつはこう壁に入り込もうとしていたり、そういうこう出よう、あの画面からこう本当にこう突出するような形と背景にこう入り込むような、なんかこう両方でこう引き合ってるなっていうことをちょっと感じて、この作品もちょっとそういう意味ではこう塊として独立するという感じよりも、なんだかこう画面に溶け込みそうだけど、ものすごく強くこっちにも出てきてる、なんかこう存在感って言いますかね、なんかこう そこら辺の不思議さを感じますけどね、まあちょっと変なこと言ってください、またじゃあ、かけて、この辺り、この辺り、75年、これは助手1年目ぐらいですね、あの年譜にも書きましたけど、まあ、あの共通調査の助手にならないかって誘われた時に、まあ、一番最初に思ったのは、まあ、彫刻の研究室ですからね、助手はやっぱり彫刻をやるいうふうに思い込んでたわけですよね、だから、まあ、彫刻は興味はあるけど、ずっとその自分は彫刻、やっぱり絵を描き続けたいっていう気持ちがありましたからね、そのあたりやっぱりこう迷ったんですね。それでそのことを安田さんに話したら、あのいや仕事はその絵を描いてていいんだっていうことで、それだったらやらせてくださいっていうふうに、あの決心がついたんですよね。すごい、まあ、信頼っていうか、安田先生がもう、まあ、すごい抜擢ですよね。もう油絵の方から彫刻の授業をするための、まあ、アシスタントとしてね、呼ぶっていうか、
いや、ここら辺のこの顔すごいですね。そう、ハッチングっていうね、ええ、うん、ええ、そう、こう切れ込むような、その強いあれと、それとこう、面って言いますか、ね、うん、そのカッチングっていうのがもう特徴的に先生は持っておられるなと思って、まあ、この作品なんかはこの、まあ、それのこう顔の表情、まあ、うーん、でこぼこの始まりと終わりが全部捕まえるぞぐらいの片っ端から、うん、だから、まあ、今から見るとなんかもうごちゃごちゃしてないわけわからへん。いや本当だけど、そのこうその意欲っていうか、まあ、そういう視覚、あのそういうふうに見るとそういうふうに 見えますもんね、人間の目はね。そういうふうに気がつくっていうか視点がある、だから そういうあの視点でもって、今みんないろんな資格の、その、工夫してあの光を当てたり紫外線を当てたみたいなこととか、あの、それから、サーモグラフィーみたいな、温度で見たりする、あの熱を測るやつ、そうですよね、まあ、ああいうそのことでその世界を捉えようとかね、そういう絵画的なこう、あの試みしてる人もいるんですよね。まあそういう中で、まあ、まあその、こう凸凹っていうか、そうちっちゃい凸凹も一つ一つ始まりがあって終わりがある、そう虫になったような感じでね、うん、こう這いずり回るような、はい、そういったこうディテールを捕まえるところでこうハッチングがすごく、まあ、大きいボリュームももちろん使い回ってますけど、こう活躍してるっていうか、うん、あの最初 の、大学院の時 の、あの本当に立像に比べると、こちらはあの顔の表情とかそういうものがあのいくらか出てきて、ね、ただ洋服とかそういうところはもうあのやっぱ飲みにパンと割ったようなっていうか、そういう、こう感じで、まあ、両方を持ちながらこう進化してきたような。そうですね、はい、だからちょっと先ほどお話ししましたように、はい、こう力任せだけで絵が描けないことに少しあの気がつき始めてね、やっぱり調子だとかそういうものも取り入れないと絵ができないことを、少し気がつき始めたんですね。こうそしてその色って言いますか、その赤を使ってみたいっていうか、はい、彫刻印入れるときに朱でやりますよね。あ、まあ、あれにちょっとこう、今思い出しましたけど、やっぱ赤っていうのはなんか私の中にね、赤っていうのはあの関根の赤、あの村山楓のガランスね、赤っていうのはやっぱりなんかね惹かれる色ですね。なんでしょうね、すごくこう、まあ、ちょっと違う次元にあるみたいな強さをこうカッと、そうですね、あの、そのものの説明とかそういうのじゃなくて、何かこう別の要素でしょうね、ただ気分的になんかこう入れたいっていう、だけど向こうはそれが なんていうかな、ないでしょ。そうですね、まあ多少残ってるっちゃ残ってますね、こういうところにね、あのでも、いいですね。いつも入れるわけではない、自分でそのあたりはよくわからないですね、でもこれ色に対する一つの反動欲求って言いますか、感じで、マチスなんかが、まあ、これも僕の今の思いつきですけども、まあ、ホビズムみたいな感じで色をこう突出させますよね。ああいう時にこうなんか、まあ、モデルさんはあの赤の一本 の、 こうあのアトリエでこう立ってるモデルさんを一本のこ の、 俺あのバーミリオンでバーッと置き換えたみたいな絵があるんですけども、なんかそういうこう赤の持つっていうか、そう突出、存在として突出してこうつけるみたいなね、そういうなんか
気持ちをこうちょっと湧き立たせるような、ね、それはありますね、うん、なんかこう自分を鼓舞するようなね、うんなんうんうん、こう背景のこうバウンドセンナーとかこうあれですかね、茶色一番多く使う色は何だったんですか。この頃はな、茶色系は土色系は多かったですよ、うん、あのローシェンナバウンドセンナーいろんな色を使ってたんですね、いやこう背景との関係とかこうその辺がちょっと最後に 見る部屋の今のこう ドアに入っていくようなところとの関係がちょっと僕は、はい、あの気になるような感じがするんですけども、うん、遠くではなくて遠くに奥行きがあるんじゃなくて少し接してるぐらいのところに奥行きがあるんです、ええ、そんな感じですよね。あのやっぱりね、あの絵は平面だっていうのが、うん、もうある時期からあのの離れられないんですね、うん、だから奥行きがあってもその奥行きを崩すほどのこう何ですか空気遠近法でずっと向こうにやるようなのは、うん、こうバランスを崩してしまうと、うん、だから絵はあくまで平面なんだっていうのがやっぱり、うん、あ、ええ、もう感じておられるんですね、ええうん、この時期 の好きだったあ最初の頃ですかねレンブラントとか、レンブラントあれは高校生の頃、高校生の頃ですレンブラントとシャルダ、まあ、シャルダもいいですけどね渋子のみですね渋いでしょ高校生が、うん、我ながらそう思いますよ、だけどねやっぱあの当時何に惹かれたかっていうと、まあ、簡単に言えば物の持ってる存在感、まあ見た目そっくりって言ってしまえばそれまで、うん、だから見た目そっくりな画家はあの当時いくらでもいたんですよね、うん、そうですね、それなくて、なんか存在、うん、重さだとかなんかこうね手応えみたいなものの存在感を絵の具で表現してるっていうのが、うん、やっぱ高校生私はやっぱりすごいなと思って、うん、もうシャルダンも僕好きだったですよね。そうですか、なんかバランスもすごく良くて、その辺りのこうあの生物とか、まあ、人物とこう書いてあったりするけど、その辺のバランスとかが僕は大好きだったんですけども、でこうそしてこう、ずっとこう進んでいく、こう牛っていうのはこうちょっとよく登場しますね。これはね、まあ、あのたまたまあの、はい、牛は学部の修了制作の時にあの150号で牛 の群像を書いたんです。その時に国分寺のね、あの今はもうなくなったんですけど、むさびに来るバスの第三小学校の近くにね家畜試験場があったんです。でそこを塀越しに牛が見えたんです。それでそこでよく牛をデッサンして、あの群像をこう組み合わせて、ええ、その時のスケッチとか、まあ、そういうとこからね、牛をこう身近にいるかあの欠けたもんですから、でこれはその時のデッサンではないような気がする。これそれで、まあ、下の彫刻のね、うん、そうそうそう、最初の鉄の作品をあの牛を作ろうと思って、でその時に描いたデッサンなんですけどね。まあ、ピカソなんかもすごくこう牛描いてたりしますけど、まあ、なんていうんですかね、こう黒いその塊で生き物だからただの塊じゃなくて、こうすごくこう力強かって、うん、あのこう動性がすごくありますよね、はい、まあそういうところですかね、まあ、すごい惹かれたところっていうのはその形として惹かれたっていう。そうですね、うん、あのうん、なぜ牛を作り始めようと思ったのかはっきり思い出せないんですけどね、まあ、一つには学部 あの卒業制作でよく通ってたから、割にまあとっつきやすかったっていうことがあると思うんですよ。こう生き返りっておっしゃいましたっけ、よく見る場所にその牛が飼われていった
ね、ええ、あの今公園になってますね、うん、なんかあの私その近くに住んでたもんですからね。あ、そうですね。でだからその自転車で大学まで15分ぐらいだったんですよ、うん、でもまあそういうことはこう考えられますよね、ええ、よくいつも見ていて、あの五日市街道にもこの大学の近くの五日市街道にもね、昔はあの牛飼ってる農家がありました。ああ、ええ、そうですか、ええ、でしょうね、大きい農家の、あ、ええ、ね、あるでしょう、あそこに、ええ、鈴木牧場って言ってる、そんなに、うん、まあ、あの牧場って言ったってその放牧してるほどのスペースはないんですけどね、うん、牛飼ってたとこ、うん、でそういうとこは絵を描かせてください言えば、うん、あの、ええ、あのどう聞いよって喜んで ね、 そういうやってますね、まあ、モデル代わりにね、うんうん、いやこうすごい黒の迫力で、まあ、牛描きたい気持ちはよくわかりますね、じゃあ、この辺その、助手をしながら、そうです、この頃は助手の頃の助手をしながら、ここまで、ここまでそのもう何て言いますか、こうもう本当にこう凸凹っていうものをこう掴めてやるぞとか、そう、この手の表現も本当にすごいですよね。なんか一個の何て言うかな、もうここに別の次元の手がこうゴロンとしてあるみたいな、うんうん、存在感にそうなってますけど、ここからここはこう、時系列的な差だけですか、この、すごくここから気分がこうちょっと変わっていく、うん、あの風景画ってのは何ていうんですかね、まあ絵を描いてたもんですから風景画っていうのは、うん、あの今でも描いたことあるんですよ ね、 ね、だけど彫刻の対象としてはこう彫刻、今までやってきたのは首だとか、手とか一つのこう単体を、その形をこう折っていくいうものと、風景とちょっと違うんですよね。違いますよね、うん、だからそれがね、一つは自分としては風景はどうして彫刻にならないにモチーフとして、まあ風景彫刻っていうのはありますけどね、だけど、まあ、そういうことも少し感じてたんですよ。で、あの下にデッサンがあるんですけど、彫刻で、2作目の鉄の作品がね、風景彫刻を作ろうと思ったり生物彫刻を作ろうと思ったりして、まあ、デッサン、エスキースして変えたりしてたんですけどね、あの空に浮かんでる雲なんかを鉄の塊でこう浮かべたら面白いんじゃないかとかね、少しそのここら辺りが少しこう意識っていうか、その、うん、そういうことにもこう目が行くようになってきて、あの安田先生もこう、ええ、結構環境的になってますか、その家の形とか、ね、ええ、なんだろう、こう古代遺跡だとかね、古代遺跡みたいにね、遺跡が壊れたみたいな感じとか、はい、それから若林先生がいらっしゃった時期は重なる、重ねます、なるんですか、ええ、なんか鉄硫黄とかの集めて、なんか その頃はまだそういう硫黄を扱ってなかったですね、主に鉄ですね。でそういうこう若林先生なんかこう風景をこう全部じゃなくて切り取ってこう自分の領域みたいにして、そこにこう彫刻的な領域をこうっていうか、そうですね、作られますよね、なんかそういうこう、まあ、あの新しい感覚っていうか、あのボケされてたんだと思うんですけど、これも それでこう塊としてこれそれはそうなんですね、なってんですね。で草むらっていうのは捉えどころがないでしょ、この草むらっていうのはもう、まあ、木を一本一本描けばね、いいんでしょうけど、ルシアン・フロイドなんかこういう草むらをこう一本一本描いてるでしょ、油絵の具で、ああいう捉え方もあるか分かんないけど、でもこのストロークは今までにないこう非常に開放的 な, な
あれですよね、ええ、だから、ええ、一つの了解になってくるとそれにこうずっとこう引っ張り込まれるようにしてこういくけど、こんなあのどこを捉えどころのないようなものっていうのは、うん、それが目の行き場がないっていうんですかね、うん、焦点が合わないようになってくると、うん、あのただまあそういうものをどうやって捉えるかっていうのは自分なりに興味があったんですね、うん、これ僕はあのすごい共感するっていうか、このストロークは自分でもやりたいぐらいの気持ちよさっていうか、あの持ってて、そして空間っていうかこう手前の明るいところからこう奥の奥に向けるその掴み方とか、そういう、 こう空間性のあり方は捉えておきながら全体的には線の工作っていうか、うん、ある種抽象性を帯びてるっていう、そこでね、うん、まあ僕はむしろ赤塚先生に うん、あの お話したかったのは、一つのこういう、 こう形がはっきりしないけどそこに何かあって、これ藪の中だとかね、あの草むらだったらこう捉えどころないわけですよ。だけどそこに何かそういう場があって、それをだからきっかけにこう鉛筆をあの走らすことができる、なんかもうきっかけとしてね。赤塚さんの場合は何もないとこからいきなり絵を描かれる、はいはいはい、だからそれが僕にはねむしろ不思議なんですよ。だから、うん、あの本当にその僕、そのモチーフ喪失って言いますか、僕で考えてみたんですよ、その、うん、今日脇屋先生と話すから、うん、何年やろうなと思って、そしたらまあ入試、僕がこうそうやって物の対象を見て書くっていうのは、脇屋先生あのちっちゃい頃はであの記者を書かれてたっていうか、まあ僕はあの馬、あの乃木将軍騎馬像みたいなね、あのよく農家のこう鴨居にあのこうかけた天皇陛下だったかもしれないですけど、その騎馬像みたいのが、ね、昔はねよくこう写真に買ったんでしょうね、あのなんか のそしてこうかけてあるみたいな、その騎馬像を描いたりね、なんかしてて、その別に見て描くんじゃないですけど、まあ、そういうことをしてたんですが、まあ、結局最終的にはまあ自分でか子供の時の一つの時間を遊びで描きたいものを描くっていうか、そういう感覚で描いてたもんですから、入試の時にはだけど物を見て描く、あのやったでしょ、そうそう当然絵をそうそうあのチェックでやろうとした時に、はい、でそれはすごくこう驚きだったし、うん、あの絵の中でもこう、あ、こうだと思ってたものが全然違う、全然違う絵でこう描いていくともっと長かったり、うん、もこう驚きがこうあるわけですよね、うん、でその、僕が思ったのはその、まあ、見るよ、あの見てこうなんていうんですかね、ちょっと忘れちゃった、デッサン、あそう子供の時に何か書こうとして書くことの気持ちを忘れて、ただ自分がこう没入して抑えていかないと、ものはこうそうやったアカデミックな方法の中では捉えられないというか、あのニワトリ書こうと思って、ニワトリはこんな感じだと思って頭の中でイメージしているものを書いていくと全然その捉えられなくて、こうなってる、こうなってる、あ、それが伸びのこうこうあれなのかもしれないですけどね、うん、こうそうやってこう押さえていくと、ええ、だんだんに紙の上にニワトリ出てくるっていうかその不思議さにあのこう引っ張られて一生懸命やって、まあ、面白いなと思ったんですけど、大学に入って、まあ、その頃絵画終わったとかいろいろこう、うん、あのまあ何ですかね、まあ、そういう、まあ、アンディ・ウォーホルとかああいう世代で出てきた頃 で、ええええ、ちょっと目標を見失って、あそこで勝手に自分でこう書いてやってみるっていうのが、うん、逆に頭をもたげてきた時に、うん、でも物を見て書くっていうのがこうどっかちょっとこう行っちゃって、うん、頭の中から引っ張り出すみたいな、うん、こうことになったなっていうふうに思ってますけど、でこうやって手を動かしてると、ちょっとした引っかかりやこう点とかこう
なんか手でこうやったこととかが、まあ、何かに見える。そうですね、うん、ええ、そのことをなんか利用し始めてるなと、利用してるんですけどね。あ、まあ、だからこう、まあ、どこいつも見てるその景色とかそういうことのこう、いや、絵の一部だったりもするかもしれないですけど、うん、それが絵をこう描いてみようかなっていうきっかけに自分はなってるなと思いましたね。まあ、ここのところで脇谷先生がちょっとこうそういう、こう 何をどうするかをこう少し分からないというか手放された時と、僕がその何かを探して手をこう動かしている時の、まだ何も出てこないあたりはこう非常に近い、あの、まあ、草むらじゃないですけど、その手のこうストロークの集積といいますか、という意味では近いかなとか。で、僕の中ではこれとこれがね、どっちもあるんですよ。こういうこうやっぱり物を見た時には、それをこう塊を最大漏らさず捕まえてやろうという気持ちと、まあそういう捉え方じゃ風景はあの捉えられないっていう、最初からそう思い込んでる節があるんですけどね。そこが羨ましいですね。あのそのものをこう捉えるこうこう時間っていうか、こう特別な時間のような気がするんです。なんか不思議な、釣りをしてなんか魚がかかるのを待ってるみたい なんか不思議な時間ってどっかありますよね、まあ、そういう何 かが生まれてくるのをこう手を打ち込みながら待っているし、あ、まあ、違うなと思ったりこうやってるっていうか、そこのこうはすごくあのスケッチとかデッサン の、あのやってる時間には喜びがありますよ ね、そうですね、こっちはなんかあまり焦ると何、か探さなくちゃっていう気持ちがね、高じてこういつの間にかすごく焦ってたりするんですけど、そこがこうこの間今のコロナの時期でちょっとこう、特別な時間がうちにいなさいよっていう、そういうような時間っていうか、年のせいもありますけど、少しこう形が出てくるまでは平気で待ってよみたいな感じが出てきたら少し楽になりました、なんか赤塚先生 の研究機を、あれに書かれてましたね、何枚も紙を塗って乾かすのを待って、で待つっていうことの重要さを学んだっていうのが、そうなんですよ、そうすると慌てないでなんかちょっと差が引っかかる瞬間があって、それがこう、自分をこう支えてくれるっていうか、すごくこう慌てて負荷をかけて探そうとして、探せないで焦ってたなって思ってきてますけどね。この気持ちをすっていうか、このストロークの中にはなんか本当にそういう僕のなんか見つけなくちゃっていうような感じも少しあって、曲解しました。じゃあまたちょっと先に行きましょうか。で、僕は脇谷先生後ろ姿って、まあ、久保島先生が後頭部をすごく見てらっしゃるっていうか、いうことが書いてあったので、後ろ姿っていうのをすごくこう今の最新作もすごくありますけれども、すごくこう、テーマにされてるかなと思って、今日見たら、そうでもなくて、後ろ姿は確かこれとかの下のやつが、これも、あそこ背中ありますね。で、ただそこをこう、そこをテーマにして、そういうことをこうすごく深めていこうとしているというか、こう、そういう、そうですね、その辺がちょっと背中とかいうのは昔から関心があったんですよ。っていうのは、要するに表じゃない後ろ、ロートレック
ックとかレジェのデッサンでも背中あるんですね。マチスもあのあ、はい、デリブで背中あるでしょ、背中っていうのはやっぱりこう顔と違って人体でもこちら側っていうのはいろんなものが多いでしょ、それに対して不愛想な形ですよね、背中っていうのは、だからそこに自分から何か形をこう見つけ出さないと形になっていかないような、背中っていうのはじゃあやっぱりそうなんですね、背中にすごくこう意識はされて、それはもう前からあったんですけど、それをこう正面切って彫刻のあのテーマにしたしたのはあの後頭部だとかあの今回のレリーフなんですけどね、いやそう後頭部あとでいっぱいありますけどね、こう、レリーフあのそこがこう本当に脇屋先生の立ち位置って言いますか、背中面白いですよね、背中と無愛想だけど背中と僕があの背中とその平面っていうのがこう少しそこう一つ手前の平面って言いますか、なんかそういうこうこう存在でもあるのかなと思ったりもしますけどね、なんかこれはこう奥さんですかね、これは違います、これはねたまたまあの鉄の人物像が下にあるでしょ、鉄の彫刻、あれを作る前に、まあ、あの学生に頼んで、あのモデルになってもらって正面から描いたり、まあ、立体としていろんな方向からあのデッサンしたんですよ、その一枚なんですけど、実際鉄を作り始めたらこれとは全然別のものになってくるんですけどね、だから一応なんかこうモデルを見て描いてなんか儀式みたいにね、鉄で作り始めるともう鉄の方が強くてね、そう簡単に思うようにはできないですね、でもあれは本当に鉄だけども鉄を小割かあの粘土みたいに扱おうっていうぐらいの勢いですよね、すごいそこをこう乗り越えて何とか形にしていこうという、こうものすごい意志の強いこう意志を感じさせる作品ですよね、この両方の対比が面白いですね、光をすごい感じさせるこう、まあこれは両脇から来てる、こっちはこう前行の、マネみたいな、そんな方、これあそこの新しいところに出てきてるこう線のこう流れとすごくこう近くなって、すごくこうまあだからリニアな側面と、それとこう飲みみたいにこう、切れ込む意識みたいな、あの先生にはそのちょっとそのハッチングみたいなところのこう武器が3つあるなって思って見てましたけど、ここになってくるとここはまた少しあの油絵出身って言いますか、その版画家の人かなと思うぐらいの、ちょうどこの頃は あの年譜にも書きましたけど、助手が終わったら、まあ、大学の工房一応もうあの助手はあの当時延長しても5年今でもあの任期5年なんですよ、5年だったんですね、5年なんですよ、あの延長してね、原則4年ですけど、まあ5年やらせてもらって、でだから5年経ったら自分はもう大学離れるから、まあ、その頃はなんかもう彫刻立体を作ってたもんですからね、なんとなくこうおぼろげながら自分ではこれから先も立体をやっていこういうふうに思ってたんですね、だから仕事場をあのなんとか自分のスペースを確保しておかないと、あの退職後に仕事できなくなるなっていうんで、まあ、家も田舎の方に引っ越してで仕事場を探したんですね、でそのところがそう簡単に見つからなくて、結局1年ぐらいは立体触らずに、でその代わり今絵を描いてたのがこの時期なんです、で近所の風景とか、これは大学の武蔵野の、風景ですね、五日市街道はあの辺通ってそうな感じがします、これは
青梅海部ですね。昇仙寺が。あ、そうか。ええ、北川、研究室の北川ですから。あ、そうですね。ええ、本当に木がね、あの街道沿いにずっと大きいのがあって、ええ、そうあのそういう雰囲気ですね。畑がこうやって。もう今はこれなくなりましたけどね。はい、これは本当にその今までのそのあのその形にこだ形をこう掴むためのこう手段だったいろんなあの線や、ええ、リニアなことや能面的な表現とか、まあ、僕の勝手な言い方ですけど、ええとはこうちょっと自由になって、ええええ、まあ同伴の中こう僕はあの版画家出身なんですけども、はい、駒井さんとか、駒井哲郎さんがこう植物を描いたりなんかすると、非常に巧みなこうあのていうかいい木を描いてらっしゃるんですけど、この辺りの木のこう表現とか、あのすごくこう、二度でね、こう、これエッチングですか？これエッチングです。エッチングですね。うまくこう捉えてらっしゃるなと思って。で、暦というタイトル。ええ、これはね、共通調査の研究室に今、うん、あの一室ずっと使わせてもらってる小部屋があるんですよ。そこからちょうど見たところで、だから最初はね、あの春夏秋冬同じところをこのシリーズでずっとシリーズで作ろうと思った。4点作ろうと思った。4点作ろうと思った。ところがもう途中で挫折してしまって、これが秋ですか、これ夏なんですよ。だから同じ風景でもその、まあ、裏の畑なんか表情変わりますしね、はい、雲の形が出てきたりとか、だからそういうつもりで始めたんです。でこれこう双眼鏡でね、こうやっぱり細部をこう風景のこの風景画なんだけど、あそこで侍を描くようなもんじゃなくて、もうちょっとこうカチッとしたもの形をつかもうつかみたいんだよね。そうしないとこれだけの画面、うん、中でこう散歩できるようないやそう感じしますね、うん、そういう絵にしたかったの。でこう双眼鏡でね、こういう、うん、見るんですか、見てこう、こういうとこにあるやつをアップで描いたりしたのがこのところどころに見えてるやつなんですよ。お墓がありますね、ええ、これ昇仙寺の墓ですね。これ左右逆転ですから。あ、そうですね、うんうん、逆転されるんですね。あ、高温期が見えてる、うん、そういうこう今度はこう、今まではその主体的なっていうか人物とか手とか、ええ、まあ、そういう後ろ姿ですけども、これはもう世界風景っていうか、まあ、風景になるとっていうか世界観っていうか、そうですね、丸ごとその別の新しい世界観ですね、うん、この切り替えみたいな、こういややっぱり自分の中にね、ブリューゲルの僕はあの絵好きなんですよ。いいですよ、ね、ああいう風景の中の一つの世界観、うん、人間の生活があるじゃないですか、うんうん、はい、あれも暦ですよね、うん、だからまあ言ったらブリューゲルのそういうものに触発されてるんですよね、うんうん、だからやっぱりそういうものは僕の中に常に絵は描かなくてもずっとあるんですね、うん、まあ、あるんですね、うん、そしてそのこう、まあ、僕だったらその双眼鏡じゃなくてそのボケてるのを、うん、まあ、そのまま固定するところですけどそれはこうやってこう、うん、掴めるやっぱりなんかこう気が済まないですよね、うん、そこのそこがまあこうすごく面白いところですね、うん、あ、僕すごくこうなんかこう別なものをこう見えたような気がしたんですけど、まあそうじゃなくて、まあ、油絵からでやってこられた、あの僕の中にはごく普通に何ですか、うん、こういうものっていうのは、うん、ね、表現では絵ではなかったですけど、ずっとブリューゲルが好きですね、うん、やっぱりそういうものはやってみようと思ったんで、うん、いやこれもでも何ですかね、版画の作家の作品のレベルっていうかすごくもう練れてて、うん、もう空間の意識がこう、作られてて、ここに別のこう作家の作品がポンって、まあ
僕もよく言われるんですけど片手みたいな、うん、でもまあ脇田先生はもう一貫してこう見えるんです作家だと思うんですけども、あのここだけは少しそういう、ね、ことをちょっと思ってたんですけども、そういうわけがあるんですね、うん、でそこう木の表現とかその地面の、まあ、逆遠近になってたり、うん、感じたりね、うん、なんかそういうあの、楽しみの作り方がすごく、これはだから一つ自分なりにあの工夫されて、うんね、暦いうテーマでね、自分の持ってるこの中にこう時間だとかそういうものを閉じ込めて絵にしようっていう気持ちはありましたね、うんうん、そうするとこうそういうここら辺はそういう、まあ、画家としての脇屋さんの一つの側面、こうもっとこうちゃんとこう俯瞰してみたこう、っていうかその自然な視線っていいますか、でこう作られた版画、二色が綺麗ですね、 こっちも二色ですね、そうです、うん、なんかペンで描いた、あ、これペンで描いたんですね、セピアインクです、うん、カラーインク使ってみたんですね、それまで墨汁しか使ってなかったですけど、ゴッホ、ゴッホのこういう、ゴッホのデッサンなんかで足ペンとか、うん、あれじゃないですか、だから足ペンっていうのはどういうもんかと思ったんだけど、結局あの竹ペンのようなもんですね、うん、そうですね、ちょっと幅広の線が、はい、うん、この辺ね、なんかこういいですね、調子の変化が出て、うん、そう、この辺こうなんかちょっと卒業じゃないや、助手を辞めて、ええ、こうまあ、その後その時のお仕事はどうなったんですか。非常勤講師としては共通調査にいた、共通調査に在籍したんですよね。だからそれがこう、はい、だから助手の方がずっと忙しいですよね。それは忙しいですよね。非常勤講師になると、まあ、時間はありますけど、時間が給料減って、まあ、そうそうです、まあ少し時間がこう、まあ、あるこうなんかね、ほんわかした感じっていうか、のどかないこう雰囲気がこうずっとこうなんかをこうある感じもするんですけど、この辺のこう平井っていうのはどこなんですか。さっきお話ししましたように西多摩郡日の出町ってあの言うと、だいぶ西に行ったところなんですよ。だから、まあ、この辺りじゃとてもじゃないですけど仕事場をね確保するのは難しいだろう、まあ、田舎に行けば何かもっと、しますかね、うん、僕も探しましたけどね、で千葉まで飛ばされていってしまいました。でそういう、平井にあって、見つけられたんです。ここに、うん、まあ、普通の住宅しか結局はね、やっぱり本来はあの仕事場付きの家を欲しかったんですけど、うん、まあ、お金もないし、 まずはだからあの住む方が優先だからっていうんで住まいだけは確保して、でその離れたところにあの1年後に仕事場を見つけたんですよね。それまで1年間は結局仕事場、立体の仕事場っていうのが持てなかったので、これは自分の家から見たあの窓から北側に山があったんですけど、それを描いたものなんですよ。そっか、立体の、まあ、作業ができないかところで、ほぼ1年間別の自分のその、だからあれが出てきたんですね。まあ、大学の研究室の工房を使えばできなくはないんですけど、うん、なんとなくね、こう活発なこうすごくこう筆色がこう軽快な感じで仕上がってますね、この頃はだから割に気楽に絵が描けるようになってますね。もうそうですね、アクセスもギリ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 考えなくても、一つは風景っていうことが一つはあるんだろうね、あると思いますね、それはこうあの対しこう人物とかあのそういうものを描くって、その表情とかでもすごくそのもうこれ違うとかなんか感覚的につかむから、まあなんかそういうプレッシャーがこう
非常にかかりますよね。でも風景はなんとなくぼんやり、そういうところがこう あるっていうか、なんか違うものが引き出されますよね。これも楽しいですね、なんかね。これはね、フレスコなんですよ。あ、フレスコなんですか。あの剥がして、あの浅地に貼り、こういうふうに剥がして、この頃ね、そっか、こう一日でこう作業量って決まってますよね。あれ一日で一日で書いたんですか。30号ですからね。ああ、すごい。フレスコだと1日時間の制約があるでしょ、だから油絵の具だと いくらでも描けるわけですよ。そうすると、この当時ね、要するになんとか絵を打って少しはこう足しにしたかったんですね、使用金講師で、収入が少ないこともあってね。だからあんまり深刻にこうガチガチした絵じゃやっぱりダメだと思って、フレスコっていうのは比較的発色もいいし、そうですね、だから一日で描かないともうそれ以上描けないっていう制約がむしろ自分にはすごい良かった、ね、そうかもしれないですね、枠がもうはっきりあるっていうのは、そこでこうやりきるっていう。でも段取りとかいろいろこうね、どんな絵描くか、別のプレッシャーはありますよね。でもそっか、それ全然こう雲の描き方がすごく雲が面白いし、奥にこう入っていく、そのなんていうかな、なんかこう画面の中の世界がこう楽しくね存在してて。いいですね。そして、これはこう柔らかい銅板、これドライポイント、ドライポイントですか。ドライポイントです、ドライポイント柔らかいですね、やっぱりね、いろんな調子が出て、エッチングだとこう線がこう、僕は腐食をそんなに腐食で調子作ることはできないもんですからね。腐食はもう一発っていうね。だから線のこう強弱が出しにくいんですよね。ドライポイントは指の力だという、ドライポイントの方がですね。なんかエッチングこう平板になっちゃうっていうか、そうです。その時間かかりますよね。それで差を作っていくのね。いい調子ですよね。もうこう手前のなんかここの。あの手前の明るさっていうか、こういうその使い方はその今までのこう、その人体を使ってらっしゃる時にはこの空きはなかったですよね。すごい伸び伸びっていうか、集中してる部分もあるのに、この全体枠組みの中で世界があるっていうか。これどこで吸ってらっしゃったんですか。これもあれですか、自分で。自分で版画はね、助手になった当初からやってたんですよ。画流で、技法書を買ってきてね、むさびで僕は学生の頃やった版画はリトグラフだったんです。あ、そうですか。僕もリトグラフなんですよね。だから、同版はね、希望者が少なくて結局 全員リトグラフに行ったんですかね。珍しいですね、難しい平板で。ちょうど清水昭和さんが、入った、で結局仕方ないから、僕はむしろ同伴エッチングに関心があったわけです、線に、だからそれを自分で何とかやろうとして、やってなかったもん、で原理はそんなに難しいものじゃないですからね。いろんなアクアチントとかシュガーアクアチント、今僕は一切できないんですよ。もうエッチングでグラウンド塗って描いて腐食するぐらいしかできないから、まだそれでもう十分、自分としてはそれだけで絵を描こうとして、
エッチングやるとまた設備やいろんなこう不足液とか面倒くさいですよね、うん、ええ、ドライポイントだと削り取るだけですもんね。すぐ、あの、擦れますしね、はい、そこの側面、あの、だから僕こう本当にこうがっちりこう塊を捕まえる脇屋さんっていう作家のね、その側面を強く感じてたんで、この辺のこれも驚きでしたね。こっちもこの、こう、全部同じテーマですけどね。そうですね、同じところを描いてるんですよね。あの、あれ完成度高いですね。あの、一番額に入ってて、はいはい、この頃あれですか、あの、まあ、これですから彫刻を作れなかった1年間に、うんうん、あの時間があったので、うん、いやいや、こう楽し、本当に楽しく、そうですね、うん、自分も久しぶりで油絵の具を引っ張り出してきてね、で描いてみると、まあ風景だったいうこともあって、絵の具を置く楽しさだとかね、なんかこう絵を作っていく楽しさみたいなのを、うん、人物だったらこれまた苦しい思いしたんじゃないかと思う。あとでもその、こう形をつかむこう視線っていうか、それやっぱりでもあの、やっぱりそういうこうなんていうかな、こうしっかりこうつかんでいく、こう 夢心地っていうか、そのただタッチだけだったり、そういうことにはなってなくて、やっぱり仕組みをこうしっかり探りながら組み立てて、うん、いらっしゃるっていうか、うん、タッチの絵じゃなくて構造の絵っていうか、はい、その辺がこう、うん、力強いなっていうか、そう思いますけどね。こうあっちに行くともっとあのこう方向性が出てきて、半次郎なんか好きだったんですかね、坂本。そうですね、うん、でもこう独自なこう、線はあって、いいですね、ちょっと丁寧な。このあれが植物のフォルムの捕まえ方がこう面白いですよね、うん、丸いこう、まあ、なんだろうな、模様みたいにね、うん、もうだからこれがやっぱりこの植物だけをテーマにするとまたこうなって形をギシギシを生むんですよね。そう、そういうのがいつの間にかこうすごく、うん、まあ、絵描きの姿勢とか、そうなんです、まあ、ね、だからあの色とかね、そういうものに割に抵抗なく置き換えられていくんですよね、まあ、これはやっぱり風景だからかなと思うんですけど、そうかもしれないですね、ちょっとこう委ねられるっていうか、ええ、できちゃった調子に委ねられるところがありますよね。そこがこう、まあ、風景のすごくいいところだと思いますね、そしてこれはこう、あ、おばあさん、うんうん、これは迫力でこれは ね、まあ祖母が入院してもうこの1ヶ月ぐらいに亡くなったんですけどね、その間冬休みに私が帰った時に、まあ半日ぐらい病室でいた時に変えたもんなんですけどね、もう少しまあ、おばあさん帰ってこうっていうか、そうですね、もう、うん、そう長くないからっていうんで、いや、この光っていうか、まあ、そのしっかり形をつかみながら光的な感じも感じるいいデッサンですね、うん、そしてこれがこう、下の当該っていうのと結びついてますね。そうです、あのここはこう新しいテーマって言いますか、これ何なんですかね、90年83年か、ちょうどこの頃、まあ次男坊が生まれましたね、こ長男はもっと早く生まれてるんですけど次男坊が生まれて子守いうかね、子守りされていた時に、赤ん坊の頭ってのは面白いんですよ。こう特にあの後ろから見てるとね、あの渦だとかこう頭の形になるのかがね、首のこう
声とかなんか非常に面白くて、スケッチしてるうちにこちらをなんかこうテーマに彫刻を作ろうと思い始めたのが、あの下の当該っていう、ね、やっぱそう、そういう意味では僕は今日見誤っちゃいましたけど、その後ろっていうか、ええ、うん、そこはこう非常に脇谷先生のこうなんていうか彫刻的なこう表現のこだわりですね、うん、そうですね、うん、あの、うん、どっちかっていうと、あの不愛想な、うん、あの一見何もないような感じで、そこにむしろ形を見つけて、うん、生み出していくっていうことですよね、うん、これもでも本当にタッチが魅力的な作品なんですけど、かわいいですよね、おでこのここのなんていうか、もうほっぺたがもう引っ張り出して、うん、後頭部もいいんですけど、でも後頭部はこうなんか本当になんだろう、別の存在みたいな、うん、あの、うん、出てきてますね、山みたいな、ちっちゃな山に登ってるみたいな、あの、うん、本当にね、大人になるとこう髪型で分からなくし、うん、してしまいますけど、うん、赤ん坊だとか小さい子ってのは、うん、むき出しでね、うん、あの、うん、妙な形してますよ。ちゃんとちゃんと。そう。そしてこの辺り、そのまあ、あの息子さんとこう、ね、いや、これはね、もうあの1990年に私は1年間あのシテデザール、あのパリの、はい、そこに1年間入居できることになって、あ、パリ、あの、だからパリ賞ですね。パリ賞じゃなくてね、これは5年ぐらいで亡くなったんだけど、あのムサビ卒 の若い作家を対象にしたあのスカラシップみたいなのがあったんですよ、今はあの昔からセーヌの近くにあったのが、うん、あのパリ賞の学生が半年ずつ使ったんですよ、でその奥に新館ができて、その一室をムサビが契約して、うん、そこにそういう、まあ、あの、あ、若い作家、ムサビ卒の若い作家を1年間、うん、まあ、勉強させてやろうというんで、そこに私は1年間いたんですよね、うん、そうですね、そのご家族も一緒に、だから家族5人でね、うん、あの向こうで暮らしてたんです。その時に、まあ、まあ、子供たちを変えたりね、あの僕がさっき言ったここの ここの線とここをしっかりあの押さえて、うん、あの、まあ、大きさっていうのをこうすっかり捉えられてるっていうか、まあ、気になるところが捉えられちゃって、あとこの、うん、毒ってなんですか、リニアな感じだけど、その何を見ているか、あの、花の形とかが非常にこう独特の捉え方っていうか、うん、あれが面白いなと思いましたね、うんうん、まあ、まあ、もう本当にその線、そのなんていうかな、期待、あ、もうすごいっていうか、その絵描き、絵描きなんだけど、絵描きの描く量にもう量がして、いつもまあ線っていうもので、うん、あのこう向かってこられたら、これ少しそのなんていうかな、対象の捉え方がこう最初の頃よりはもっとこう、アウトライン的っていいますか、最近の作品はすごくアウトラインからなんかこう、あんまりこうギリギリでね、こう立体いうことをなんかもう疲れたんですかね。そういう感じでこう、もう大胆なこう変更って言いますか、アウトラインからこう掘るもつかもみたいな、そうですね、そういうその線の使い方が あって、そこがこうあの興味深いですね、すごくいい。それから余白とかそういうのが、まあ、自然にこう意識されていて、気持ちよく画面に入っているっていうところがあるんですよね、うん、もう、まあ、今こう僕はこれ好きなんですよね。あ、うん、なんだろうな、
アウトラインなんだけど、アウトライン、立体で必要なアウトラインはどれかいうのがやっぱりあるんですよね。ああそうですか、うん、これを逃したら立体にならないっていう。それがこうだから、いろんなこう掴め方あるし表情が出てくると思うんですけど、うん、この女性の頭のそのなんていうかこう存在感っていうのがとてもこう魅力的にこう伝わってきますよね。でそのこう捕まえられたものがこう非常にこうリアリティがあるから面白いっていうか、いや全部あのこれ特に好きっていうか、ああそこで、ね、なんかその辺のこうボリュームの捕まえ方が、うん、はい、そして、まあ富松さんがいて見てみせばいいねっていうのがおかしいですこれはね、もうあの彫刻を作ってる前提のね、あの、まあ、トレーニングって変ですけど、ああの下に富松さんも、はい、南さんも首作らせてもらえたんですけど、ね、はい、その時に、まあ、あらかじめデッサンでこう自分なりにこの人の頭をもうこういう形で伸ばせんなとか、うん、まあ、変えてみるんですね、うん、もうこうその認識のためのっていうか、そうですね、だからもうかなり目的のはっきりしたデッサンですね、うん、そうですね、この方の、青木さんですか、2体あるからこう結構気に入られた頭部だったんですね、これは自然の虚無補助だった人で、僕は入試の準備室で知り合って、あの首の細くてね、髪のボリュームがこう多くて、そのこれもそうですか、うん、そうです、そのバランスが面白いなと思って、いいですよね、あそこの本当に頭部のそのね、まあ、これもそれをこうちょっと捉えるための、そうです、あの、その前にまあデッサン してみたんですね、こういやそう、まあ、ある種こう彫刻家の、まあ、エスキース、的なものになるんですかね、メモ的な、それでこう今日見て、まあ、ちょっと時間もあれなんですけども、この辺りの、まあ、この最近ヨーロッパに、これはあの在外 で, 在外で、15年でしたっけ、2013年から4年にかけて、あのもうこのこれは本当に人体のリアリティっていうか、その、線でこう捕まえるっていうことの面白さ、すごくもう、面白かったですね、これは本当に味わえて、楽しいですね、これね、在外で1年間のパリにいたんですけどね、まあ、大体延べ4ヶ月ぐらいは旅行したんですよ、あちこちね、でそれ以外のパリにいる時は時間を見つけてはそのグランシャミエル行って、あのクロッキー、でだんだんなんか自分でも最初はなんかあのせっかく来たんだから言うんで始めたけど、だん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 こう面白くてね、一日にあの午後の部と夜の部があるんです、でも両方終わりの頃はあの午後も夜も没入です、面白かったです、本当学生の頃に戻ったような気持ちでね、でいろんなこう年の人で若い人や、その人種も違ったり、 その辺のこう、その一つは体型の違いだとかね、でもう一つは、まあ、鉛筆とあのペン、墨汁を、この2種類をこう使い分けていったんですけど、ああそうですか、ここにはこれペンとペンが入ってるんですね、ペンが入ってるんです、ああそうか、そうだから、そうですね、ここをちょっとこう見逃してましたけど、ペンですね、これはペンです、こういう、これペンですね、鉛筆の強い線かなと、これ思い込んで見てたらそう見ちゃったんですけど、これ鉛筆で、いやあのこうだんだん経験すると線が走っちゃうって言いますか、学生なんかでこう上手になってきたなと思う子は、だんだんそれがこうもう頭で描いちゃうみたいなね、
そういうなんかことになってくると、なんとなくもうこう見ててもこうまあなんか線がこう一人あるんですよね、勝手にお化粧された線だけ見えるんですけど、うんうん、そうじゃなくてやっぱ驚きながらっていうか楽しんでこう使うんで、そうそう、モデルの形をね、はい、やっぱり素朴に面白かったですよね、そのモデルの形がこう、うん、毎日人が変わって、うん、こういろんな、うんうん、その、あのこうまあちょうど対岸にありますけど、すごいこう対比っていうか、あって、そしてそういう、 こう最近の中では僕がさっき言ったこう対岸のアウトラインって言いますかね、これ驚きましたけど、あの、ぎょっとしましたね、あの下でやった時に、このこう強いその、フォルムをこういう、うん、あのがっちり使うんで、うん、しかもこう何ですか、何て言うかな、まあ絵画的な魅力って言いますか、うん、もう引き出されてて、これリトグラフですか。これリトグラフです。あれ2年ぐらい前でしたかね、公開制作、はい、制作ね、あれでね、僕はリトは苦手意識があったんですよ、自分で吸ってもうまく吸れないし、だから吸ってくれるっていうんでね、うん、でやってみた時に面白いなと思って、で遠藤さん、なんかな聞いてね、はい、これアルミ板ですか。はい、あの、いやこれはアルミ板ですね。アルミ板買ってね、プレートマークが出てる、自分でちょっと大きめの、あの時よりも大きい板で、あの時は石でしたもんね。石で、これが、まあ、一番新しい、あっていうか、まあ、ドレンじゃないや、で素描では新しい、そうですね、それで試みですよね、これはうちの教務所を頼んでモデルになってもらって会場で描いたんですけど、あの下の長い紙っていうのがテラコッタで下にあるんですけど、 あのモデルなんですよ。あ、ちょうど 紙を流したその紙のちょっと不安定な形をなんとか立体に、してみよう、でこれは同じモデルです。あのこっちはドライポイントで、あとこう、まあ、位置を変更しているところが面白いですね、まあ、この対岸のこれなんかシリーズにしたら面白そうな、あ大きい、あの、4描いてもらったりしてるんじゃないですかね、まあ、そして、これは2019年ですか、最近ですね、そうです、はい、あこれ第3室こうちょっと最初からこう出てきて、あのなんかこう本質的なところは変わってないようだけど、だけど途中途中でこうこだわりが、出てきて、大きく揺れながら、こうなとても魅力的なあの、素描がこうリニアな感じだけど、まあ、両方合わさった感じって言いますか、来てるんだなっていうか、これカニですよね。カニです、フランスで描いたものなんですけどね、面白いですね。僕描けるか描けないかの人見て描けないの、い絶対描けな い, いや、そしたら、ちょっと部屋をこう移動して、はい、ここがこうちょっと僕だからとてもグラフィックな、あの脇屋さんの中にはね、その一つ部屋があってとか、その一面があって素晴らしいなと思って、この小口木版的なやつ、普通の木版もあるんですかね。これは普通の木版です、全部これだけ小口ですか。これだけ小口で、年賀状的な、ね、全部年賀状ですよ。1年に1回だけね、木版やってたんですよ。楽しいですよね、楽しいです、1年のね、1回、僕もまあこんなにうまく凝ってないんですけど、まあもう本当に1年に1回だけですけどね、だんだんもう
この頃はあのもう目がね見えなくなってきて、今はもうやめてしまったんですけど、いや、あの余白とのバランス関係、はい、とってもすごい素晴らしい、ドイツの何ていうんですか、青岸のあの辺りの木版いっぱい作ってる時期があるんですけどね、 あの頃の作品と言われても遜色ない、うん、もう絵描き、あれドイツ表現主義、あ、うん、ドイツ表現主義のあのキルヒナーとかね、キルヒナーとか、あの辺の頃の作家がね、木版結構面白がって、白黒で非常にシャープな作品作ってますけど、なんかそこに混ざってても全然 OK っていうか、この表現もなんかグラフィカルな木の表現が、こういうモチーフを描くんですか？これはモチーフはもう頭の中で、あの特に見ないで描くんですか？見ないで描くんです。あ、そうなんですか、これを見てます。これは庭にある木でね。他あの、あれは奥さん、これは娘です。娘、これも娘なんですよね。この辺りはもう見てないです、モチーフなしで。見てない、これは。あ、この辺りはね、これだけは、あの、ね、一応見てスケッチして。ところがそのスケッチしたよりには影掘れないでしょ、木版、そんな技術ないですから、面白いですよね、この木版っていうのは、そのただ白と黒に分けるんだけど、その、それでその方法を取ると、まあ、年賀状になるっていうか、まあ一番こう労力のいることをするんだけど、そのおかげで、まあ、枚数が擦れたり、その、まあ、人にたくさんの人に伝わっていくものに変わっていく、まあ、コンピューターも0と1みたいな置き換えで、うんうん、あのその置き換えをここで手でやってるみたいな感じがするなとか思ったりしたんですけど、普通だったらペンでこう線をこう引くでしょ、うんうん、それ逆に木版の場合はその線を残すために周りを削っていくっていう作業で、大変なこう何て言うかね、こう何て言いますかね、あの労力をかけた割にはこうね、そう効果効率は悪いんですけど、その線がだからまあ面白い線になるなと思って、いやこれがね、箱を作る時の箱の あの対であったり、その労力を逆にこう、まあ間合いを広げるって言いますか、一歩歩くのをすごく小刻みにこう広げていくみたいな、あのこうことをして、そのこう何て言うんですかね、世界を作っていくみたいな感覚とつながってるんじゃないかなと思う。あのさっきのこう飲みみたいな、そのタッチもそうなんですけど、そんなのちょっと思わせて、まあグラフィックのその素晴らしさはもう全然もう言うとこないんですけど、その絵牧野先生の中のつながりっていう中では、まあそういう、でもこれは別物じゃなくて、一貫してこう辛抱強くっていうか、出てくるまではこうしっかりこう向かい合うって言いますか、まあ、そういう感じのこう、辛抱強さみたいな言い方変か、なんかとすごくつながってる箱の作り方のこうつないで、普通は材木はあんな風につながないで、箱になりやすい材木を選んで箱を作るはずだけど、そうじゃないくて、ここに中身を入れてるみたいな、そうですね、感じがしました。してこうそういうことを思わせる、一方ではですね、グラフィックなそのスカッとした側面と、それを成り立たせるためのこう、待つっていうか、そういう作業をこう逆に そこに内容を入らせる仕組みを持っていらっしゃるのかなというふうにこう感じるたり、どうですかね。まあ木版はやっぱり興味はありましたね、あの見るのも割に好きですし、そうですね、ただまあ年に1回だけだともう自分では割り切って、それ以外には
特に自分の制作としてはね。1年何日ぐらいに本ですか、あの12月。もう本当年の瀬ももう本当に、だから毎年年賀状はね31日に出したり、まあ、元旦に出したりとかね。じゃあまあそんなに時間をかけてやこう、まあ、掘るのはもう1日ですね。1日でやるんですか、それ前に、そうなんですか、あのその前にね、今年は何を掘ろうかな、今もう12月の中旬ぐらいにこうボスボス考え始めるんですよ。で今年は、まあ、しばらくあの煙とか雲がテーマだった、うん、木だったりね、なんかああいう木とか煙雲とかそういうものをテーマにしばらくずっと掘ってたもんだから、今年はどういうものを掘ろうかなと思って、で決まって、まあ、下絵っていうんですか、あの、うん、デッサンしてね、うん、で掘るのはもう1日で、1日ですか、じゃあ勘違いしてましたね。あの小口木版なんかこう少しずつ、これはちょっと時間かかりますか、かかりますよね、これはあの、うん、ちょっと僕もこれは生まれて初めてやった小口木版でね、あの片木のあの小口をとにかくきれいにこう磨き上げて、で小口木版のなんかそういうのビュランみたいなのあるんでしょ、ありますあります、そういうもの持ってないからもう普通の彫刻刀で、あ、そうなんですか、あら、あでもちゃんと掘れてますね、まあ、小口は時間かかりますからね。でも1日で大体他のは、まあ、あの1日ですね。へすごい、まあその材料を持ってらっしゃるところ持ってるんだな。僕これやるときね、自分でもやるとき、まあ手を動かしてからまた考えるもんですから、なかなか結びつかないんですよね。掘りながら考えるんですか。あのか、まあ、あの下絵は描くんですけど、うん、下絵が決めてないっていうか、だからなんかね、もううまくいかないですね。でもまあ楽しんでいるんですけど。あ、そうやね。赤塚先生のようなあのやりながら考えるいうタイプの人には版画ってのは、まあ、特に木版なんかは。ね、途中で作業ストップしなきゃいけない。そうですね、うん、版画はだから、まあ、今もやってますけど時々苦しかったですね、うん、あ、そうですか、はい、じゃあこの、はい、首を見に行って、うん、